ハウ伯爵は、イギリスの伯爵、貴族。有事以来2度創設されており、第一期は、グレートブリテン貴族として、現存する。第二期は、連合王国貴族として、カーゾン家が保持する。初代ハウ伯爵、リチャード・ハウ第三代、ハウ死爵ジョージ・ハウ将軍英国陸軍軍人として、フレンチ・インディアン戦争に従軍した。第五代、ハウ死爵ウィリアム・ハウ将軍。 ハウ三兄弟の末弟、アメリカ独立戦争を指揮した。ハウ伯爵家は17世紀の政治家さ、ジョン・ハウを外する一族であり、そのジョンは1660年に順断爵を授けられている。そのマゴスクループが、ノッティンガムシャー選挙区選出庶民議員を務めた、後、1701年にアイルランド貴族として、ハウ爵及び、クレノーリー男爵に除されたことで、 ハウケは貴族に登った。二代子爵エマニュエルは、父と同様に庶民委員議員を務めた。ただ、後年は、財政的に困窮しており、初代入荷する公爵、トマス・ペラムイコール・ホールズの口添えで、身入りのいいバルバドス総督に就任している。彼は、いとこから、上記の順段爵位を継承している。その息子である三代子爵ジョージは、英国陸軍軍人として、 フレンチ・インディアン戦争に従軍し、順勝まで昇進した武人である。彼は同戦争中に北米大陸ジョージ湖付近でフランス軍と接敵した際に心臓を打ち抜かれて戦死を遂げている。そのため、釈位はジョージの弟リチャードがこれを継承した。四代子者クリチャードは王立海軍の提督として巧妙であり、 フランス革命戦争下における最大の海戦である栄光の6月1日の指揮官を務めている。彼はジブラルタル包囲戦終結後の1782年にグレートブリテン貴族としてノッティンガム州ランガーのハウ死者に除された。その後彼ピット内閣下の海軍大臣を務めた後、退任時の1788年に多年の行によってハウ伯爵及び ノッティンガム州、ランガーのハウ男爵に少女している。このうち、ハウ男爵院には、彼の娘とその直系男系男子への継承を認める特別規定が定められていた。彼には、男子がいなかったため、男系継承を要求する、ハウ伯爵くらいとランガーのハウス爵院は廃絶した。一方で、アイルランド貴族爵位のハウス尺及び、グレノーリー男爵は、 マッテイのウィリアムが承継し、女系継承可能なハウ男爵は、初代白の娘であるソフィア・シャーロットが相続した。第二代女男爵ソフィア・シャーロットは、ペン・アシュトン・カーゾンと結婚したため、男爵位は、カーゾン家によって承継されてゆき、現存する第二期のハウ伯爵女爵につながる。他方、ハウ子爵位を継いだ5代子爵ウィリアムは、英国陸軍の将軍であり、 アメリカ独立戦争時には在北米英軍、総司令官を務めた人物である。彼には、死死がなかったため、同人の死をもって、ハウス尺くらい及び、グレノーリー男爵位は廃絶となった。なお、この際に、コンプトンの順男尺位も廃絶している。五大伯フランシスとその息子エドワード。戦艦ハウにて、パラムパークハウス伯爵家の旧邸宅。初代伯爵リチャードが、 祖父から継承した。カーゾン家は代々家ドルストン荘園の地主を務めて、北一族で、ジョン・カーゾンは、1636年6月18日に、ノバスコシアの順断尺くらい、1641年8月11日に、イングランドの順断尺に除されている。その子孫たる第四代、順断尺サーナ・サニエル・カーゾンはトーリーに属して、活動したが、 ホイックの主会ロバート・ウォルポールの解任同義には、危険した政治家である。その彼の次男アシェトン・カーゾンも、父と同様にトーリー党の政治家として、庶民院議員を務めた後、1794年に、グレート・ブリテン貴族として、バッキンガム・シューペンのカーゾン男爵、ついで1802年には、連合王国貴族爵位のバッキンガム・シューペンのカーゾン、死爵に少女した。 その初代子爵の一人息子ペン・アシェトンは、第二代ハウ女男爵ソフィア、シャーロット・ハウと結婚したが、父に先立って亡くなったため、爵位を襲うことはなかった。そのため、夫妻の息子リチャードは1820年に、祖父から爵位を継承し、1821年には、連合王国貴族として、ハウ伯爵に譲されて、母方の祖父の伯爵位を再興した。 これが現存するハウ伯爵家の始まりとなった。また同年に彼は直居を得てカーゾンハウと改正するとともに1835年には母よりハウ男爵位を相続した。二代伯爵ジョー時は就職前にサウスレスターシャー選挙区選出の保守党庶民委員を務めた。彼には男子がいなかったため弟のリチャードが三代伯爵位を継承した。 その長男である四大伯リチャードは保守党政権期に、自重たる議員やアレクサンドラを押し付け、区内長官職を歴任している。五大伯フランシスは、海軍予備軍人である傍ら、レーサーとしても活動した。彼は1931年ドルマン24時間レースに、参加して、両友ティム・バーキンと共に優勝を果たしている。その息子の六大白エドワードには四人の娘がいたが、 男子がなかったため、1984年に彼が亡くなると爵位は、またいとこのフレデリックに継承された。元当主である七大白フレデリックは保守党の政治家として活動しており、1999年の貴族院法制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。なお、ハウ・伯爵家の歴代当主は上実の通り第四代。 純断釈サーナサニエル・カーゾンの子孫であるため、現在は、親族のスカーズデール子尺家が保持する、イングランド純断釈くらい純断釈くらい及び、アイルランド純断釈くらい純断釈くらいの潜在的な継承権者でもある。カーゾン家及び釈位に係る、現在のモットーは、カーゾンのものはカーゾンによこせ。一族の邸宅は、バッキンガムシャー州、ペンストリート近郊のペンハウス。 現当主である第七代、ハウ伯爵フレデリック・リチャード・ペン・カーゾンは、以下の爵位を有する。爵位の推定相続人は、現当主の息子である、カーゾン爵爵、トマス・エドワード・ペン・カーゾン。サージョン・ハウの次男ジョン・グロバムの息子にあたる。ハウ順段爵位は、彼の叔父リチャード・グロバムの系統が継承していたため、スクループ自身は順段爵位を保持していない。三代爵の戦死直後に、 カリオンの戦いが生じたが、英国側の大敗に終わっている。ありがとうございます。